はい、それでは今回は不安から抜け出す方法ということでお話していきたいと思います。今回の動画も、過去に出したスライドのまとめ動画になります。で、内容としてはこちらの4つについてお話していきたいと思います。基本的に、まず、原因を特定して、後半で改善していくという流れになっています。で、すでに動画を見ている方に関してはあれですけど、復習と思って見てもらって、新しく見た方に関しては理解しやすいように、体系的にお話ししていきたいと思います。で、参考書籍、こちらの、3つになります。特におすすめはこちらの幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけないという、ACT の入門書ですね。ACT って、要は何ですかね、自分を受け入れるための、認知行動療法というものの、一種になっていて、それを教えてくれるもので、いくつか、認知行動療法の本たくさんあるんですけど、これが個人的には一番読みやすくて実行しやすいかなと思ったので、ぜひメンタル的に弱ってるっていう方は、こちらの本を手に取っていただければと思います。では、内容について移っていきたいと思います。こちらの5つですね。で、1つ目が立ち直りを遅くする原因ということで、まずは原因、何が悪いのかということを、理解しておきましょうと。基本的に精神的に病んでいる状況というのは正常ではないと。当然ですけど、いつもヘラヘラしている人が落ち込んでいるということは正常ではないわけですね。なので、それっていうのは当然原因があって、何か、ズレがあるわけですね。そのズレをちゃんと特定しましょうということで、初めに立ち直りを遅くする原因について理解しておきましょうと。それさえなければ当然時間が解決してくれるわけです。大体の悩み、大体の不安とかっていうのは時間が解消してくれるんですけど、それを、足手まといになる状況をとにかく作らないというのが一つ目になります。で、二つ目が病む考え方ということで、考え方を少しずつ変えていきましょうねということですね。考え方を変えるっていうのもやっぱり難しいことではあるので、一応二番目として挙げさせていただきます。で、三つ目、思い込みを消す方法ということで、バイアスがかかっている、世の中の一般的な考え方と自分の考え方はやっぱり当然違うんですね。なんですけど、世の中のマーケティング的に言われることとか、周りの人がこう信じているから自分もこう信じないといけないみたいな、そういった、バイアス、っていう、思考の偏りがあるんですけど、そういった思考の偏りっていうのを消すことによって、メンタルを病みにくくなります。現代社会で、SNS が、精神的な、疾患を、誘発しているみたいなことは結構言われますけど、あれも要は社会的な、圧に、耐えきれなくなってくるわけですね。みんなが楽しそうにしていて、みんながこうやっているんだから自分もこうしないといけないみたいな、そういった、圧っていうのをなんとなく誰からも言われてないけど、そんな感じがして精神的に病んでいくということで、そういった偏りをなくすためにも思い込みを消す方法について理解しておきましょう。偏った思い込みっていうのをちゃんと理解するっていうのが3つ目ですね。で、4つ目が早く立ち直る方法。ここから、改善していく行動になります。ただ、ここが後半で言っているのは、ポジティブな行動を取るよりも、ネガティブな行動を取らない方が簡単だからですね。原因を潰していく方が簡単なんですね。なので、例えば、立ち直る方法として、こうしたらいいよと言われても、やっぱり精神的にしんどい人って行動を取りにくいわけですよ。なので、先に問題に関して、ちゃんと理解して、それを対処して、その後に、行動に移していくという流れにしています。で、最後はセルフコンパッションですね。自分を許してあげる。セルフが自分で、コンパッションが許しなので、セルフコンパッションで自分を許す行為なんですけど、自分を許してあげることによって、今後、精神的に病みにくいと。当然ですけど、自分で自分をケアできるということが、最終ゴールですよね。ということになってくるので、こういった流れでお話ししていきたいと思います。ということで、まず1つ目、立ち直りを遅くする3つの P についてお話していきたいと思います。こちら、心理学者マーティン・セルグマンの研究により、提唱された3つの P になります。1つ目、パーソナライゼーション、自責化。2つ目が、パーパシブネス、普遍化。で、3つ目がパーマネンス、永続化ですね。この3つの単語さえ覚えていただければ、いいかなと思います。文字の通りなんですけど、立ち直りを遅くするときにこの3つ、が、結構ネックになってきますし、ほとんどの人がこの3つが、当てはまります。1つ目、自責化に関しては、何かトラブルが起きたとき、例えば仕事でトラブルが起きたときに、当然、一つのプロジェクトが失敗した場合っていうのは自分以外のたくさんの人が関わっているわけですね。で、そんな時に自分が何々したからダメなんだと、責任を全部自分が負ってしまう、そういったのが自責化になります。複雑な問題で、例えばマネージャーが適切な課題を設定しなかったとか、例えば経営陣が、無茶な目標設定をしたとか、そういった可能性もあるんですけど、そういったものも当然関わってはいるんですけど、そんな中で、自分の、責任にばっかり目を向けてしまうというのが自責化になります。
これをしてしまうと、自分の責任の範囲が非常に大きくなってしまって、それで、まあ、やみやすくなってくるわけです。何か失敗っていうのは当然起きうります。仕事をしている上でも、何か、まあ、人付き合いの上でも、何かミスっていうのは当然人間だからミスはするわけですね。で、それを全部自分のせいにしていては耐えられないということで、自責化しすぎるというのも、まあ、ちょっと問題になってきます。で、二つ目が普遍化です。普遍化というのは、まあ、すべて同じように考えるということですね。例えば失敗した場合、自分が英語とかが、まあ、英語をうまくできずに失敗した場合であっても、英語以外、そもそもコミュ力もダメなんだとか、自分は何をしてもダメなんだ。その何をしてもダメっていう考え方が普遍化になります。これがあると、非常に、まあ、他人との比較が大きくなっていって、どんどんネガティブになっていくわけですね。普遍化はその、まあ、まずその人と比べるというのはネガティブの要因にはなりうるんですけど、人と単純に比べるだけでは、それだけではネガティブにそう陥りにくいんですね。それに加わって普遍化、つまり人と比べた時にあの人は自分よりもこれがいいと、だから自分は全部ダメなんだっていう、その2ステップ目の自分は全部ダメなんだっていう考え方がネガティブに陥るので、普遍化結構陥りがちです。まあ、ハロー効果によって、例えば誰かが英語ができたら、その人が優秀そうに見えるっていう現象は起き得るので、でも他人と比べないのが一番ベストなんですけど、やっぱりまあ人、まあ競争社会で生きていく以上、社員として生きていくとか、学生として生きていく以上、やっぱ、他人との比較は起き得るので、その時に避けるためにも、すべてそうなんだではなく、何の能力が自分と差があって、他の能力は自分の方が優れている。自分の強みっていうのをちゃんと理解しておく必要があります。で、三つ目がパーマネンス。永続化ですね。例えば、不幸な現象が起きる。今、金銭的に辛かった時に、今後もずっとこうやって生きていくんだとか、例えば、大切な人を亡くしてしまった時に、この悲しみは一生消えないんだ。そういったのが永続化になります。この考え方すると、当然、傷は癒えにくいと。当然、不安だったり、何かメンタル的に悪化した時に、癒してくれる一番の要因は時間です。時間が経つことによって、人は慣れていったり、少しずつ耐えれるようになっていったりするわけですね。で、そうなんですけど、この永続化の思考があると、その、まあ、ずっと悲しいっていう自分で思い込んでしまってるがゆえに、ずっと何回も何回も同じように思い出して、で、耐えられないんだから仕方ないということで、どんどん辛い思いを、ずっと消化できずにいるということになってしまうので、永続化も、立ち直りを遅くする原因になります。ということで、この3つがあることによって、立ち直りが遅くなるということが分かっていますので、ぜひ、まあ、今、ネガティブとか、まあ、精神的にちょっと疲れてるなという場合は、これをちょっと振り返ってみてください。で、逆にこれに当てはまらない場合、どんないいことが起こるのかというと、例えば、教師の指導力が高い。まあ、これに当てはまらない教師っていうのは指導力が高いということが言われています。で、そして、まあ、選手、水泳選手とか、まあ、そういった、スポーツ選手の復帰が早いということは、そして保険業の成績が高いということで、ざっくり言うと、まあ、それぞれ仕事の成果が出せるようになっているということですね。当然、ネガティブ要素っていうのを、ちゃんと、グリッドっていうのが話題になったように、ネガティブ要素に対して、バネのように耐えられるというか、まあ、それに対に関して、すぐ正常に戻れるっていうことは、失敗しても、そこから学習できるということなんですね。なので、当然成果も出やすくなると。あと、まあ、復帰。何か辛いことがあった後の復帰も早くなっていくということで、いいこと尽くしですので、ぜひ、まあ、こちら、もし、こうなってるなと。まあ、多分、ネガティブな方だったら結構全部当てはまるんじゃないかなと思うので、こういった部分を修正していけばいいんだなということで、頭の片隅に置いていただけると幸いです。では次、病む考え方についてお話ししていきます。病む考え方は結構パターンがあります。パターンがあるので、あ、これがダメなんだなと思っている、その原因さえ分かっていれば、今後の対応もしやすいと思いますので、それを話していきたいと思います。で、一つ目が人と比べるということですね。他人と比べることによって、まあ、当然ネガティブになっていくと。SNS が社会的にどんどんネガティブな風潮を増やして、まあ、精神疾患を増やしているというのは、要はこれですよね。他の人は幸せそうにしているのに、自分は幸せじゃないとか。そういったので、どんどん病んでいくというのが一つ目になります。で、二つ目が、自分だけの悩みであると。他の人は違うんだけど、自分だけ不幸だなという考え方ですね。これも、まあ、SNS の例で言うと、みんな楽しそうにしてるんだけど、自分だけお金に困っているなとか、人間関係でなんか孤独感があるなとか、みんなでパーティーしてるのに、自分だけなんで一人でご飯食べてるんだろう、寂しいなみたいな。そういった自分だけっていう思い込みです。
で、まあこれも実は、大体の人って同じような悩み抱えるんですよ。大体人間関係の悩みとか、お金の悩みとか、あとは仕事の悩みっていうのを抱えるわけですね。自分だけスキルが上達しにくいなとか、そういった悩みをみんな同じように抱えるんだけど、ただそれを表に出してないわけですね。自分から見える他人っていうのは、その人の本当の姿ではないわけです。その人が外側に出している姿だけ見えているので、実際はその人の中で考えていることっていうのはわからないわけですね。なんですけど、自分だけの悩みと、まあだからその表面だけ見ているがゆえに、他の人と自分は違うんだ、自分だけ特別悩んでいるんだというふうに考えてしまうということをちょっと理解しておくだけでも、あ、みんな同じなんだなという、安心感が持てるかなと思います。で、3つ目、唯一の答えがあるという考え方ですね。例えば、何かで迷ったとき、大学進学がいいのか、高卒で就職した方がいいのか、どちらも答えはないわけですね。その中で、どれがいいのかを少しずつ比較しつつ、どっちがベターかを考えていく必要があるわけです。なので、唯一の答えを探そうとしていくと、正解が見つからないだから、まあ、これもこれも選べないということで、例えば判断を先延ばしにしてしまったりとか、もしくは、判断した後もずっと後悔していたりとか、そういったことが起きてしまうわけですね。なので答えはないと、その後の行動が決めるっていうことが結構多いということも理解しておきましょう。例えば経営者とかだと判断を非常に早くするっていうことは、自分の直感で判断を下すっていう人に非常に多いですね。っていうのは、まあ判断が早いこと自体に価値があるんですね。判断が早いことで何か行動を取り、時間がしっかりできて、行動を取ることで、まあ判断の精度がどんどん上がっていくということで、まあ、今判断しなければいけない時に、どうすれば、効果が高まるかということで、まあ、唯一の答えではない、自分が取り組める範囲っていうのを理解しておくということが重要になってきます。ということで唯一の答えを探すのはやめましょうということが3つ目ですね。まあ、自分の中で改善していくことの方が重要ですよと。で、4つ目は批判は悪ですね。何々と言われたのでやめる。周りの人がこうやってくるからやめようというのが、4つ目になります。やっぱりネガティブ要素の方が人って影響を受けやすいので、まあ、ポジティブな意見、周りのみんなからこう、褒められるよりも、ネガティブな、お前これやめた方がいいよと、これはちょっと危ないなって言われた時の方が、やっぱりやめたくなるわけです。なんですけど、今の成功者っていうのは、まあ、当然批判も受けて、上ってきてるわけです。企業でトップになっている人っていうのは、やっぱり、まあ、周りの人から妬まれたりもするし、今 YouTuber で成功したりしても、当然大量の批判コメントとかが出たりするわけですね。なので、まあ、ある程度の批判は存在すると。それよりも、喜んでくれる人、っていうのをちゃんと見ましょうというのがポイントになってきます。結局、仕事っていうのは、誰を喜ばせるか、誰に価値を届けるかっていうのが一番重要であって、批判される側、誰が困っているかなんて別に関係ないんですね。当然、反社会的な行為だったらそれはそれで問題ですけど、そんなレベルでなければ、誰かから文句を言われるとか、誰かから一般的ではないと言われることに関しては特に問題はないと思ってください。で、5つ目が失敗してはいけないという考え方です。失敗してはいけない、失敗したらどうしようって、まあ考え方としては多いですよね。当然、まあ、レールを敷いた、まあ、大学を卒業して、で、いい会社に就職してっていけば安心して安泰な生活を送れるっていうふうな、まあ、そういった信仰が、まあ、昔からあるので、そのせいで、まあ、失敗してはいけないという風潮はかなり強いかなと思います。ただそれってまあ高度経済成長の話であって、まあ、あくまで今はやっぱりチャレンジも非常に重要なわけですよね。いろんなことをやって何がチャレンジすれば成功できるかわからないし、しかも個人としての影響力もかなり増えてきてるわけですよ。個人で例えば全世界に情報を発信することもできるし、リモートで遠くの人と働くこともできるわけです。なので、まあ、何が成功するかわからない以上、当然チャレンジの回数が成功に起因してくるということで、失敗も当然受け入れる必要があるわけですね。ということで、まあ、失敗は必ず必要であると。成功する上で失敗は必ず必要であるということを理解しましょう。そして、失敗することにより批判っていうのも、それ自体に問題はないということをちゃんと理解しておくと、チャレンジしやすくなるんじゃないかなと思います。まあ、ただ、まあ、個人的に私も、失敗自体は怖いので、まあ、こういった部分の気持ちはわかります。なので、まあ、行動しなかった時のリスクっていうのを考えることができれば、行動しやすくなるんじゃないかなと思います。まあ、どっちを取ると損なのかっていうのを、まあ、今ではなくて、将来的な自分の最終的な姿だったり、自分の最終的なキャリアっていうのを考えた時に、どっちを取るべきかっていうのを考えてみるといいんじゃないかなと思います。で、最後、6番、弱点はなくすですね。弱点はなくす。自分は何々ができないから何々を補正していく。いわゆる、履歴書でいう長所じゃなくて短所にばかり目を向けるというような行為ですね。
例えば、5科目があったとして、自分は英語だけ点数が低いから英語を修正していくっていうような考え方よりも、自分が理科が得意だから理科の点数を上げていくの方が社会的には、価値があるわけですよ。っていうのは、社会っていうのは、他の人との差分、差異、他の人と違うところによって価値をもたらしていくわけです。誰しもが車が作れたら、車の価値っていうのはあんまりないわけですね。ただ、その車の、例えば整備工の人が、非常に丁寧に車を修理してくれるからこそ、車を修理できない人にとってはすごいありがたいわけです。なので、人と違う能力があるからこそ、他の人に価値を提供することができる社会では、やっぱり、まあ、弱点をなくすよりも自分の特技に目を向けることの方が重要になってくるわけですね。で、さらに弱点を見てしまうと何が起こるかというと、他人との比較の時に、他人との比較、やっぱり癖である程度してしまうと思います。そんな時に弱点をなくす思考であったら、やっぱり課題がどんどん山積みになっていって、自分が本当にやりたいこと、自分が将来的になりたい像からどんどん離れていってしまう可能性があるので、ぜひ、まあ、自分の、強みを、意識してみてください。で、強みがわからない場合はちゃんと分析するのが重要です。弱みはすぐわかるんですけど、強みっていうのは普通に日常で過ごしていてはわからないので、強み分析のために、まあ、自分に関する、まあ、価値観ノートだったりとか、あとはまあ分析する方法を検索すればすぐにできますので、強み分析、ストレングスファインダーっていうんですけど、ストレングスファインダーで調べてみてください。ということで、やむ考え方6つについてお話ししました。まあ一般的に言われていることなんだけど、まあちゃんとこれを項目として知っておくことによって、自分なんかしんどいなと思った時に、この考え方してるなっていう原因がはっきり分かれば怖くないと。何か分からないものは不安なんですけど、何かはっきり分かっているものに関しては、実はそんなに人間って恐怖感感じないので、ぜひこれ頭の片隅で項目として持っておくといいかなと思います。ということで、まあ、二つ目のやむ考え方についてお話ししました。じゃあ、三つ目、思い込みを消す方法ですね。まあ、思い込み、つまりバイアスですけど、まあ、結構世の中で偏った思考を持つ、状況っていうのは出来上がってます。それは広告だったり、社会的な文化だったり、まあ、日本的に考え方ってこうだよね、みたいな考え方皆さん、まあ、いろんなニュースとかで見ると思いますけど、そういった形で、やっぱり環境っていうのは、人の考え方を偏らせるわけですね。で、そういった部分を消化するにはどうしていくかっていう部分ですね。一つ目はとにかく教育です。バイアス、どうやったら知識の偏りがあるのかっていうのを知るのがまず重要になってきます。それがまあ今回の内容ですね。で、二つ目、選択肢は一つを吟味しましょうということになります。一つ一つとじっくり悩むことで想像力をアップしますよと。まあ、大量に選択肢をこう断って出されると、やっぱりまあ判断が鈍ってくるわけですね。なんですけど、まあ、一つ一つを、まあ、それ自体が大事だかどうかっていうのを見る。まあ、例えば仕事が3つあった場合に、一つずつそれがやるべき仕事かどうかからまず考えていくっていうところで、まあ、一つずつちゃんと吟味していくことによって、そういったまあ直感的なバイアス、社会的にこう選択するようなみたいなのを減らすことができますよと。いうのが二つ目。で、三つ目、失敗する前提ですね。ポジティブ思考を脱却することによって、思い込みを脱却することができます。例えば、世の中的には大学に卒業して社会人になるということが正しいと、結構一般的だとされてますけど、じゃあ失敗はどっかでしないのと。例えば、センター試験受けれなかったらどうなるのと。病気でセンター試験受けれない人と、まあ、結構、その時で冬にやるので、まあ、当然風邪になったりとか、まあ、雪で交通事業が問題が出たりとかっていうことが結構頻繁にあるわけです。まあ、そんな感じで、当然大学卒業までトントン拍子でそう簡単に行くもんではないということを考えてみると、まあ、失敗する前提で考えると別の選択肢も見えてくるわけですね。もっと、リスクを取らない方法があるんじゃないかなと。例えば、まあ、バイトしながら勉強するみたいなのも、まあ、選択肢としてあったりするわけですね。なので、三つ目が失敗する前提。で、四つ目、平均を取るです。最悪のパターン考えがちな人が結構多いかなと思います。この動画見てもらってる方も、やっぱそのタイトルもタイトルですし、まあ、最悪なことを考えがちってなってくると、正しく予測するときに一番いい方法は、最悪のパターンと最高のパターンを足して2で割るっていうのが、ちょうど平均の予測になるかなと思います。やっぱり予測取るって非常に難しいんですね。自分が何かをした時にどのぐらいの成果が出るのかってやっぱ予測できないので、それってその時の人の気分によって低かったり高かったりするんですよ。例えば自分が YouTube やって成功するんだって思ってる時は、やっぱりその一流の YouTuber と同じように再生数が伸びると思ってしまうわけです。それに対して最悪の考え方にとっては誰も見られないと、誰も使わないっていうふうな考え方になってしまうと、それはそれでモチベーションは上がらないわけですね。
そしたら行動できなくなって失敗を避けてしまうという可能性になるので、ね、それを足し算に割って、だいたいこのぐらいが現実的だかなと思ったところに対して、まあ取り組んでいくと。そしたら、まあ、適切な、予測ができて、適切な課題が持てる。そしたら、まあ、モチベーションも適切に、上がっていくということになります。で、五つ目は問題を細かくすることですね。とにかく大きなものに関しては、予測がバグります。なので、例えば環境問題とかになったら、すごく複雑なものが、で、絡んでくると思います。例えば、人間の、例えば普通に生き物が呼吸するだけでも二酸化炭素が発生するし、工場が排出する CO2 もありますよね。しかも、それに対して、森とか、そういった自然が吸収する CO2 もあるので、そういったものをどんどん複雑に考えていく必要があるわけです。それに対して問題を細かくしていくと、もっとちゃんと向き合えますよ、ということになります。生き物の CO2 だけで考えるのであれば、当然、家畜とかを、うまく、調整するとか、例えば、CO2 排出量の多い牛を減らして別の家畜を増やした方がいいんじゃないか、みたいな現実的な、考え方ができるわけですね。ということで、問題を細かくするというのが5つ目になります。で、6つ目が時間で分割するということですね。5つ目のは問題を細かくする。3つ目は時間で分割ということで、例えば環境問題であれば、50年間先のことを分割するのは非常に難しいわけです。なんですけど、例えば1年、もしくは半年先のことであれば、ある程度予測できますよね。それを過去のデータと見比べて、このぐらいの調子で登っていくから、そのまま50年ぐらいだったら、大体このぐらいだろうと、みたいなことが言えるわけです。当然それが指数関数的に上がっていけば、当然50年先っていうのは、ずれていきますけど、それでも適当にざっくりと予測するよりは、より現実的な結果が出るということで、こういった細かく分割する手法っていうのはバイアスを避けるために非常に重要になってきます。ということで、今回思い込みを消す6つの方法についてお話しました。結構、これ言われても、じゃあどう使えばいいのってなると思うんですけど、一番ポイントとしては、誰かに何かを提案されるとき、例えば営業の人とか不動産とか、そういった情報の格差があるときに、何か営業の人に提案されたときに、こういったものを意識してみるといいかなと思います。そしたら相手が隠している嘘っていうのがわかるんですね。問題を細かくしたり時間を分割することによって、例えばワンルームマンションの投資とかになったときに、なんかやっぱり隠しているものがあるわけですよ。例えば税金として固定資産税が出るとか、そういった部分について隠している部分があるんですけど、それが要は細かくしないとわからないんですね。なので、騙されないためにも、こういった思い込みを消す、現実的な情報を引き出すということとして、この6つについて覚えておいていただくといいかなと思います。はい、ということで、ここから立ち直る方法についてお話ししていきます。4つ目、立ち直る方法ですね。まず3つ目、3つのポイントがあります。1つ目が、もっと悪い状況を考えるということですね。今がよく見えるように注意をそらすのが、暫定的な、一番簡単な対策になります。こうしないと、今が最悪だと思ってしまって、しかもこれから続いていくとか思ってしまうと、やっぱり頑張ろうと、何か行動しようというモチベーションにならないわけですね。なので、もっと悪い、最悪の状況は避けられたな、自分はちょっと運が良かったなっていう、その運が良かったっていう感覚が非常に重要になってきます。自分が運が良かったかどうかっていう、運が良かった、事実はどっちでもいいんですね。で、運が良かったって思えれば、行動した時に、次ももしかしたらある程度いい結果が出るかもしれない。そういった、望みっていうのを持つことが、重要なので、こういった、もっと悪い状況を考えて、今はまだマシだと思えるのが、重要になります。で、2つ目、感謝ですね。感謝、自分が辛い状況で人に感謝するって非常に難しいかなと思うんですけど、これの重要なところは、自分が大切なものにフォーカスするということです。自分が今持っている大切なもの、例えば家族とか友人とかっていうものをフォーカスしてください。大体ネガティブな状況って、例えば会社の上司とか、その嫌われた人とか、そういった人間関係で言うと、そういった嫌った人とかにフォーカスしてるわけです。ただそれって、あなたの人生にとって重要ではないものなわけですよね。なので、その重要じゃないものにフォーカスせずに、自分が重要と時間をかけて、しっかり人生の上で、人生を生きていく上で、時間をかけたいものに対してフォーカスすることによって、頑張ろうと、モチベーションが湧いてくるわけですね。で、3つ目、オープナーに話すです。同じ境遇を経験した人が最も支えになるということが分かっています。戦争を経験した人の、立ち直るのに一番良かったのが、その経験を同じように経験した人が立ち直った経験談を話すというのが非常に重要ということが分かっています。ということで、それがオープナーなんですけど、要は同じような、辛い思いをした人がどうやって立ち直っていったかっていうのを見ることによって、これは現実的に立ち直れるものなんだなと。
いうことが分かってくるわけです。しかもその具体的なルートも、分かっているので、非常に立ち直りやすくなるわけですね。まあ、純粋にその自分だけが辛い思いをしているその孤独感っていうのがなくなるのと、その果てしなさっていうのが消えるっていうのがまあ非常に重要であるというふうに、考えています。で最後はセルフコンパッションになります。セルフコンパッションとは何かというと、メンタルを強くする方法として多数の研究により効果を証明されている手法になります。要は一言で言うと自分に対する思いやりを持つということになります。自分を許してあげる。セルフコンパッションなので、まあ、自分を許してあげるという手法で、まあ、自分で自分をケアすることができれば皆さんはメンタル的には常に健康な状態を保てるわけですね。あとは、まあ、仕事が長時間労働とか、その身体的に壊れるような原因がなければ、メンタルさえ強すければ、まあ、ある程度、皆さんっていうのは、成果が出せるようになるわけです。で、そのポイント、一番のポイントとしては、第二の矢をなくすっていうのがポイントになってきます。第二の矢と何かっていうと、ブッダが言った、まあ、普通の人っていうのは、一つ目の第一の矢というのは、よく飛んでくると。例えば、他人に暴言を吐かれたとかするときは、まあ、第一の矢、つまり、自分に刺さっている感覚があると。ただし、人はそう簡単にそれだけで傷つけはしない。第二の矢を刺すから、つまり自分で自分に矢を刺すんですね。人に暴言を吐かれた時に、あ、自分はなんてダメなんだと。それで自分で自分を責めるんですね。それがいわゆる第二の矢によって、人はどんどん落ち込んでいくというふうに言われています。まあ、それと同じで、自分で自分を責めないというだけでも、そのたった一回のその相手からの暴言だけで、人はそう簡単に落ち込んだりしないわけですね。なので自分を責めないだけでも、メンタルケアとしてはめちゃくちゃ効果のある手法であるということになります。ということで、まあ、セルフコンパッションについて学んでいきましょう。具体的なセルフコンパッションを3つ挙げています。今回はこちらのページで最後になります。1つ目、恥ではなく罪の意識を持つということですね。ポイントとしては人格否定ではなく事実を否定するということになります。つまり、何かを失敗したときに、自分は恥なんだと。自分は人としてダメなんだっていう風な考え方ではなくて、行動自体がダメだったからそれを直せばいいんだということで課題を持つということがポイントになってきます。これ何が違うかというと、自分が恥なんだというと行動しにくいわけですね。つまり改善もしにくくなってくるわけです。なんですけど、罪の意識であれば行動自体を否定しているので行動を変えればいいんですね。だから伸びしろもあるということで、しかも行動を促すような流れになっているということで、まあ、人ではなくて行動を意識して否定するようにしてください。これ子供を褒めるときでも一緒ですよね。子供の人格ではなくて子供の行動を褒めることによって、いい行動を誘発させることができるというふうな、まあ、教育的な本もいっぱいありますけど、まあ、そういった形で行動を意識することによって、まあ、行動力が増しやすくなるというのがポイントになってきます。まあ、失敗を恐れないっていうのも、まあ、こう失敗を恐れないように行動するための、メンタルの作り方としても非常に重要な要素になってきます。で、2つ目が第三者視点で自分を見るということです。思いやりの感情を自分にも向けるというために、このようなことを行ってほしいかなと思います。普通に考えたらその第二の矢を刺すっていうのはちょっとおかしいわけですよね。ただでさえ他の人から暴言を受けているのに対して、自分が自分に対してさらに、自分はダメなんだという目で見るっていうのは、まあ、かなり結構はたから見たらおかしいわけです。なんですけど、まあ、自分に対して一番やっぱり自分が厳しくなってしまうというのがやっぱり人間の性だと思うので、第三者視点で、もし自分が友人だったら、赤の他人だったらどんな声をかけてあげるかなと、自分に対してどんな優しい言葉をかけてあげるかなというふうに考えてみてください。おそらく暴言を言われている人に対してさらに暴言を言う人っていないんじゃないかなと思います。あなたにはいいところがあるよとか、あなたはこういった強みがあるよと、ここ直せばいいよねっていうような言葉をかけてあげるかなと思いますので、それを自分にもかけてあげるのが重要になってきます。で、最後、3つ目。3つ目は、トラウマとはちゃんと向き合うということです。トラウマ、もし、まあ、大きな、これは無理だというのが、まあ、過去の経験からトラウマがあったとしても、それもちゃんと向き合うことによって、長期的には改善するということが分かっています。ただ、まあ、無理に荒治療する必要はありません。荒治療する必要はないんですけど、ちゃんと向き合わないでいれば、一生引きずることになります。しかもそれはさっき、最後の、永続化と一緒で、まあ、ずっと目をそらしていれば、これは一生消えないんだという気持ちにもなり得るので、ちゃんと向き合いつつ、少しずつ、直していくっていうのが重要になってきます。結局、時間が改善してくれるんですけど、時間が改善するためには、ある程度の痛みは必要であると。
ネガティブな情報っていうのは少しずつ、思い出して、何回も何回も思い出して、それを少しずつ痛みとして分割していって、それで最終的に、忘れていくっていうような流れになっているので、ちゃんと向き合うことによって、しっかり改善することができますよということを、理解しておいてください。ということで、セルフカンポジションについてお話ししました。まあ、特に重要なのが第三者視点ですね。特に他人の目から自分を見たときに、絶対にその暴言吐かれたりとか、傷ついている人に対してさらにきつい言葉で書けないんですね。なので、まあ、それさえできれば、基本的にはセルフコンパッションはうまくいっていると思ってください。ということで、今回、不安から抜け出す方法についてお話ししました。まあ結構全体的には統一的な内容だったかなと思うんですけど、まあまず、ちょっと振り返っていきたいと思います。まあ1分ぐらいで振り返りたいと思います。3つの P、立ち直りを遅くする自責化、普遍化、永続化があれば、立ち直りを遅くすることが、分かっていますよと。これがまずなくすことが第一の、最も初めにやるべきことになります。で、2つ目、病む考え方6つですね。人と比べる自分だけの悩み、唯一の答えがある、批判は悪、失敗してはいけない、弱点はなくすという、まあ社会的にこう、まあ捨てられた考え、まあ、統一された考え方っていうのが、まあ人を、辛い、立ち直りにくくさせてしまう、やめやすい性格にしてしまうので、これをちょっと修正してみましょうと、ちゃんと人、自分は人と違うんだとか、自分の強みを見るとか、そういった部分を意識してみてください。で、思い込みを消す方法として6つを挙げさせていただきました。純粋に、まあ、ネガティブから立ち直るだけじゃなくて、その情報格差のある状況で正しい判断を使う、下すためにも重要になってくるので、ぜひ活用してみてください。で、早く立ち直るためにはもう3つですね。もっと悪い状況を考える。そして、周りの大切なものに目をつけて感謝をすると。3つ目、オープナーに話す。同じ境遇を経験した人が、一番、まあ、自分の正しい、立ち直るルートを示してくれるということが分かっていますよと。最後にセルフコンパッションですね。第二の悩みをなくすっていうのが、まあ、最も重要になってくるので、これを意識して自分を優しく、まあ、ケアしてあげてください。で、一つ目が恥ではなく罪の意識。二つ目が第三者視点で自分を見る。三つ目がトラウマとちゃんと付き合うということで、まあ、最も重要なのが第三者視点ですね。第三者視点を持つことによって、まあ、自分に対して、まあ、きつい言葉を投げるっていうのはなくなるかなと思います。はい。ということで、まあ、今回結構長くなりましたが、まあ、不安から抜け出す方法についてお話ししました。まあ、こういった動画は、まあ、もうまとめて全部今出していっているんですけど、今は多分おそらくまあここ数ヶ月ぐらいで、こういったまとめ動画を終わりにして、まあ、そこからは ITCG 関係の動画出していきたいと思います。で、まあ、なんで、まあ、今、C#、C++、Python に関しては、まあ、プログラミングの講座動画出してますので、そちら興味あれば、そちらも参照していただければ幸いです。あとは、まあ、動画に関して修正してほしい点とか、もしよかったら出してほしい動画などありましたら、コメントお願いします。あと、いいねとチャンネル登録していただけると幸いです。はい、ということで、まあ、今回も、最後までお聞きいただきありがとうございました。これで終わりたいと思います。